子犬が台所で盗み食い。コックは子犬を吊り下げて血を全部抜いて皮を剥き、こりゃうまそうと笑っていった。子犬を食べた悪者コック、今度はお前を丸焼きだ。1、2、3で火をつけろ。それ面白い歌だ。知らない人はあっち行って。出現の魔女を探しているんだ。あんたが魔女かと思った。魔女だって？沼地の魔女？沼には入っちゃいけないの、おばあちゃんの言いつけ。ゼメック兄ちゃんがいなくなった時、ばあちゃんは森に入るから迷子になったんだって言った。行った後ずっと泣いてたよ。まだ戻ってくるかもよ。子供だけで何してるんだ？子供だけじゃない、ばあちゃんがいるよ。親と住んでる家は？親はいない。みんなか？戦争のせいで孤児がいっぱいいるんだ。知らないの？この沼で迷子になっている女の子がいるんだ。灰色がかった髪で顔に傷がある。見た子はいないか？女なんかいないよ。私は？お前は違うよ。女はおっぱいがあるんだ。そうだよ、軍隊が来た時に父さんが言ってたぞ。若い娘を森に隠せ、おっぱいは男を惑わせる、若い兵士には目の毒だってさ。他にいないのか？君たちだけが。何のこと？女の人を見かけた人だ。三つ目の木とか？木なんかずっと寝てるからダメだ。ジョニーならいるよ。何話してんの？余計なこと言っちゃいけないよ。勝手に入らないでおくれ。入っていいのは子供たちだけだよ。誰なんだい、剣なんか持って。盗賊？お前も沼地の魔女なのか？出現の話を聞いたんだ。魔女？私が？まさか。空飛ぶほうきも喋る袋も持ってないし、イボのない可愛い花でしょ。ほら、おばあちゃんの話的よ。ああ、いい子だね。本当に可愛い子供たち。子供たちの面倒？私の孫たちだもの。ばあちゃんは優しいよ。スープに豚肉を入れてくれる。子供が森に入っていなくなることがあるの、森で見なかったかい？誰も知らないっていうのよ。ジョニーとは誰だ？ジョニー、猫を食べ、次の日クソが毛だらけさ。汚い言葉を使わないの。子供らはずっと作り話ばかりしてるの。みんな作り話よ。話してただけだ。若い女性を見てないかと。私も昔は綺麗な若い女だったよ。長い髪を母さんが三つ編みにしてくれて、花柄のドレスを着て。見てないか？若くて灰色かかった髪だ。フィアンセかい？いや、娘だ。娘？ああ、私の可愛い二人の娘、今はどこにいるのかね。危ない目に遭ってないだろうね。少しでいいから協力してくれないか？若い灰色かかった髪の娘だ。あんたたち何見てるの？手を洗ったらコオロギを捕まえるよ。何も教えてもらえなさそうだな。だって何も知らないからね。ジョニーなら知ってるよ、物知りだもん。何か尋ねたらいつも待ってな、ケツを変えたら教えてやるよって言うんだ。汚い言葉はダメ。何言ってるの？家に入りなさい。さあ早く。あんたも早くどこかへ行って。ここはあんたの来るところじゃないよ。その子と話がしたいだけだ。ダメ、許さないよ。どうせ何も話さないよ。ばあちゃんが嫌がるし、ジョニーは作り話だし、それによそ者は子供をさらうんだろ。一つだけ教えてくれ。質問は許さないわ、このよそ者。子供はよそ者と口を聞いちゃいけないの。ねえ、ご飯は？
肉の入ったスープ。聞こえた。この子が怯えるでしょ。怖がらせないで。どうしてジョニーのことを話したくないんだ。あの子が知ってるならみんな知ってるだろ。仲がいいのはあの子だけだよ。一緒にキノコとか取りに行くんだ。でもばあちゃんはジョニーは作り話だって言ってる。おばあちゃんは優しいか。痛いことはされてないか。全然。悪さしたら泣いちゃうの。すごく心配してるの。よく子供がよそ者にさらわれていなくなるんだって。ジョニーと仲良くしてる子は怖いもの知らずなんだな。違う、ただバカなだけ。あいつ前に裸でアリ塚に座ったしな。でもジョニーと遊んでるよ。ばあちゃんの言うことを聞かないで森へ行ったりしてる。カタツムリも食べるのよ。君たちもジョニーと会ったことがあるのか。もちろん。この子とよく似てるの。どうして作り話だと。おばあちゃんがそう言うから。おばあちゃんは何でも知ってるもん。さっき言った女の子は危ない目に遭ってる。ジョニーの友達と話せるようにおばあちゃんを家から遠ざけてくれ。わかった。でもお返しはしてよね。かくれんぼして遊んで。おばあちゃんは足が痛いからってかくれんぼしてくれないの。よし、探してやるから隠れてごらん。見つかったらジョニーを知ってること話をさせてくれよ。簡単にはいかないってのに。黒の軍団から隠れたことがないのね。目を閉じて大きな声で数えて。手と足の指全部だよ。1 2 3 18 19 20。もう一回見つけてやるぞ。見つけた。出てきていいぞ。なんでわかったの。見えたぞ。出ておいで。見つけた。出てきていいぞ。見つかっちゃった。お前で最後。みんな見つけたぞ。ずるしたでしょ。でも手伝ってあげるよ。小屋のそばでみんなと相談しようよ。みんな見つけた。ではジョニーの友達と話をさせてくれ。いいよ、約束したもんね。ばあちゃん、ばあちゃん、屋根が蜂にケツを刺されたよ。ばあちゃん、早く。怖がらないでくれ。何も知らないよ。何もしないから。ばあちゃんは用事で忙しい。話すのが怖いのか。怖くなんかない。怯えてるじゃないか。怖くないならジョニーのことを教えてくれ。ジョニーが心配なんだ。最近ここに来なくなったし。キノコ取りにいた時彼の隠れ家を見たよ。でもばあちゃんが怒るんだ。よそ者と話すなって。子供はさらわれちゃうから。ばあちゃんもジョニーのことは心配だけど作り話だって言い張ってる。君や他の子の親は。死んじゃった。
飢え死にしたり殺されたり、僕の親も夜明けに家を出て森にイチゴを探しに行ったんだ。まだ全部取ってなかったから。家に帰ったら叫び声が聞こえて、それから笑い声がして逃げ出して森の近くの茂みに隠れた。ママが叫んで、兵士たちが笑ってた。納屋の扉のところにパパを、首のない死体を転がして、その次にママを。もういい、十分だ。ジョニーと話したい。君たちよりいろいろ知ってそうだ。彼にひどいことしないでよ。作り話じゃなくて本当の人間なんだ。何もしない。よくここに来てたんだ。ばあちゃんはジョニーの歌が好きだから。キノコ取りに行った時、沼地で灰色っぽい髪の女の子を見たって言ってた。どこに行けば会える？沼地に小さな空き地があるんだ。そこに変な木が生えてる。その近くを探せばいるはずだよ。ありがとな。化け物め。ジョニーがいるなら足跡があるはずだ。小さな足跡だ。ジョニーはここを通ったようだな。何がいるんだ？